ジャンガスパール・フェリックス・ラベッソン・モリアンは、フランスの哲学者、考古学者。フランススピリチュアリズム哲学の主要思想家の一人と、目される。ラベッソンは、フランスのナミュールに生まれた。コレージュロランを良い成績で卒業した後、ミュンヘンに留学して、シェリングの講義を受講し、1836年に、哲学の学位を取得した。 翌年、アリストテレス刑事上学に関する試論を発表し、1846年には、同書の増補版を出版した。この書は、アリストテレスの理論や、商用学派の注釈にとどまらず、それを発展させて、近代哲学的な体系を打ち立てようとしたものである。1838年には、習慣論によって博士号を得た。この学位論文は現代では、 哲学の古典の地位に置かれている。その後、伝路大学で哲学教授に就任。1840年からは、公立図書館総監察官に任命され、1860年には、高等教育総始学官となる。道徳、政治学アカデミーのメンバーでもあり、1870年からは、ルーブル美術館の古代美術部門の学芸員を務めた。ラベッソンは、 パリで没した。哲学において、ラベッソンは、ビクトル・クザンのエクレクティス無学派に身を置いていたが、クザンとは、多くの重要な論点において対立した。ラベッソンによれば、意識の働きがあらゆる知識の基盤となる。意識の働きは、意志の権限であり、知的生活を動機づけ、それを創造する力である。神の観念とは、 自然と人間に見られる調和を反映した精神が持つ様々な能力のすべてによって与えられた累積的な直感である。この考えは19世紀以後、幾年にもわたってフランスのスピリチュアリスム哲学その他に影響を及ぼし続けた。ラベッソンの哲学的な主張は次の通り。ハミルトン氏の哲学断片、ストア派についての報告、19世紀フランス哲学に 関する報告、道徳と刑事上学。ラベッソンは哲学者として才能を発揮しただけでなく、考古学者としての業績もあり、古代彫刻についての論文を、レビューアルケオロジケア、メモワーズデール、アカデミーでインスクリプションズに発表している。1871年には、ミロのビーナスについてのモノグラフを出版した。L アネ・フィロソフィーク掲載の、シャルル・ベルナール・ルヌービエ及びドリアックの、ラビシン・フィロソフィクリティークも、参照のこと。S. リール・プレッシーズ・ジュ・セプテントリアン、1994P111 イスーありがとうございます。